違った違った、アールトが言ってたのはこんな雨が降ってたら速やかに隠れろだっけ。違う、この雨は本物の疎開雨だ。脅迫者さん、今週が残像町に襲われました。結局降ってしまったのか。将軍。ああ、前に言ったあの件はどうなった。はっ、戦闘可能人員およそ500名、将軍特製の疎開雨対策薬を服用しました。しかし依然として疎開雨の幽霊が見える兵士がいるようです。それであれば大丈夫だ、計画通り進めてくれ。くれぐれも警戒を怠るなよ。この雨が止むとき、俺たちは出陣する。はっ。疎開雨が降る地域との関わりが深い人ほどひどい幻覚を見る。もう一度駐屯地を巡回しておこう。何か異常があるかもしれない。将軍に報告。装備の修理および黒石武器の調整完了しました。すでに共鳴者へ配給済みです。非共鳴者もいつでも行けます。しかし雨が次第に強くなっています。目下の戦闘は避けるべきかと。体内の軍医もこの雨を警戒し、行動は控えるべきだと断言しています。彼は年数こそ浅いですが、情勢に対する判断の正確さなら他に類を見ないものがあるかと。しかしこれが決して逃せない唯一の好機だということも重々承知しております。彼の名はならば、お前が至った結論は何だ。確かにお前が正しかったのかもしれない。この雨はあまりに突然で奇妙だ。だが、これはもう二度とは訪れぬ好機。倒すべき敵が今俺たちの前にようやく姿を現した。なのにお前はあの幽霊とやらを気にかけて俺を遮ろうというのか。沈黙、いや怯えているのか。そうだ、俺たちは皆同じだ。戦いで血を流し、恐怖を抱きながら死んでいく。
しかしかつての同胞も家族も戦友も皆そうやって死んでいくのだとしたら、俺たちはそれに沈黙をもって答えられるだろうか。お前は屍の山の上で命令を下し続けなければならない。最後の敵が地に伏し、疎開闇が再生できるのは事実のみ。ならば俺は皆がその幻覚に支配されることを許さない。それでも阻もうとするのなら潰すまで。俺は俺の力で道を開く。この戦にはどれほどの対価を払おうとも勝たねばならない。それが何千人の犠牲であっても。常々考える。あの時お前が俺の立場にあったらどんな選択をしていたか。俺なら決して背負う命に沈黙と恐怖を持って答えるような真似はしない。さあお前の力を示せ。その身に切り裂め。不意をつかれたか。あの夜降った雨のように。そうだ、戦い続けろ。これで決める。これでどうだ。最後の敵が滅ぶまで。カジョリン将軍、俺たちは守るために戦っています。それに人を大切にする思いはその人を信頼しているからこそ生まれるものです。もちろん俺の選択が正しいという保証はどこにもありません。しかしそんな犠牲が許される道理などないはずです。そうか。俺からすれば本質は同じだ。お前も俺も。そうかもしれない。だから俺もあなたと同じように斧が信念のため戦い続ける。将軍、将軍、顔色が悪いですよ。気にするな、続けろ。前方の無音区で高密度な周波数反応を検知しました。月層も将軍が言うように徐々に満ちてきています。湾島の戦いの時と同じです。時間だ。予期軍総員、いつでも出撃できます。ご命令を。全軍陣形を組み、残像町を迎撃せよ。は。月が満ちるとき、漂白する者は帰還を果たすか。核が予言するそのときもいよいよ訪れる。始まったか。仕掛けてこない。いや、指示を待っている。秩序的な残像町、これを操っている者がいるというのか。
月相が満ちていく。この疎開雨、漂白者さん、もしかしてこれがレイン様の言う時ですか？市民の皆さん、演習の通り落ち着いて避難してください。事前に録画された映像だね。レイン様がこの日に備えてキエン将軍に手配させてたんだよ。ああ、これで一段落ついたかな。それにしてもさすがに残像多すぎ。漂白者がいてくれてよかった。じゃなかったらもっと大変なことになってたよ。そうだ、縄文の方に田沖事務長がいるはず。戦況についていろいろ聞けるかも。ひどい傷、動かないで。今共鳴能力で治療します。治った。ありがとう、ベリーダさん。そんな大したことじゃないですよ。あ、漂白者さん、調子はどうですか？必要ならいつでも治療します。今週はとても素敵な場所です。この地の植物はみんな力強く生きています。そんな場所が戦火に焼かれるなんて私も許せません。あの、こちら傷に効く薬草です。どうぞ。怪我をしたらぜひ使ってください。バリアはどうなってる？最優先で修復中。ただ敵の構成次第ではすぐやられちゃう可能性も高い。あら、漂白者じゃない。おお、そういえば初めましてだったわね。じゃあ自己紹介。天皇の事務長、タオキよ。辺境防衛を担当しているわ。改めまして、今週のために戦ってくれてありがとう。バリアは対疎開雨のための防御設備よ。疎開雨を完全に遮断できるの。そうね。それでバリアが破損すれば城内に残像潮が発生することになる。漂白者、前に言ったことを覚えてる？疎開雨の本質は天空界から由来する反響エナジー。それもとびきり強いエナジーだ。こいつだけでとてつもない数の残像を引き寄せることができる。同時にその反響エナジーは疎開雨に濡れたものにかつての幻影を見せる。そいつがいわゆる疎開雨の幽霊ってやつだ。
俺たちが共鳴と呼ぶものと同じ原理で、雨が降る地域と深い関係を持つ人ほどその影響は大きい。それと疎開雨にはある厄介な性質がある。漂白者、君の勘は当たってるよ。古来より戦場である今州は戦争を象徴する名式とセットの土地。つまりその裏には数えきれないほどの犠牲があるというわけだ。もしそんな場所に疎開雨が形成されてしまえば、幾千幾万の死んだ兵士と残像が幽霊としてこの地に再現される。これが今州が抱え込んできた最大の問題。バリアはその対策としてレイン様の指示で作られたの。疎開雨が生成した幽霊はある時点の行動を機械的に繰り返すことしかできない。でも名式の力によって疎開雨がもたらす影響はより大きくなった。疎開雨が生み出した幽霊は現実の人々に対しても攻撃できるようになってしまったの。あの日起きたのは予期軍と北楽野原の残像、それと疎開雨が生み出した残像と兵士たちによる四つどもえの大混戦。特に疎開雨によって生み出された者たちは周囲への攻撃を無差別的に繰り返し行った。そんな混戦の中、無残に死んでいった兵士がたくさんいる。そして彼らの死もまた無常の雨に記されてしまった。今でも北楽野原には煉獄と化したあの日の兵士たちの悲鳴がこだましているのよ。人類は名式の力によって強化された疎開雨を湾島の戦いで初めて観測した。だからあの将軍が送ってくれた映像、あれは本当に有益な資料なんだ。おかげで各国の疎開雨バリアの開発が大幅に加速した。ブラックショアのメンバーは名式、月相、疎開雨、この3社は連動すると推測している。正解だけど、まだこれは推測に過ぎない。いかんせんデータサンプルが足りないからね。今分かってるのは名式の復活と深く関わってるってことだけ。月相が満ちたのはほんの一瞬だけのことだった。本当にブラックショアの推測が正しいのであれば。ああ、今の今週の状況は3年前と変わらないのかもしれない。名式の復活は決して偶然ではない。それに名式がもたらす影響ってのはどこの誰であっても人ごとじゃ済ませられない。今週の名式の復活は連鎖反応を起こす。他への影響も計り知れないんだ。だから俺たちは一刻も早くテティス基地に戻ってここで起きたことを共有する必要がある。てなわけで俺たちはこれで失礼するよ。頑張れ、お兄ちゃんとお姉ちゃんたち。現状はだいたいこんな感じね。
疎開雨が止まない限り残像町はいつでも起こり得る。一刻の油断も許されないわ。報告、前方に残像町を視認しました。はい。噂をすれば、なんとやら、これが終わったら目一杯お昼寝してやるんだから。直ちに防御設備を起動せよ。これで終わり。相変わらずやるな。これならどんだけ敵が来ても余裕だね。漂白者さん、あれ、番頭の戦いの時の月とほぼ同じ。あまり時間は残されていないようね。戦況報告を。はい。バリアの修復、市民の城内への避難ともに完了しました。よくやった。久しぶりです、漂白者。ええ、おおむね順調ですよ。先に対策は打ってありますから。今週は危険にさらされてる今、いつまでも核に頼っているわけにはいきません。これは世の決断であり、世の責任なのです。以前コートへ行った時、今週への実質的な支援を約束してもらいました。すでに天候と研究員の方で準備が行われているはずです。漂白者、核のメッセージを覚えていますか？逆流する雨の帳は大地を覆う。そして予期の将軍は今、北洛の原の前線で戦争の名指揮、無双選手に
最後の総攻撃を仕掛けようとしています。核の言う時が訪れました。もちろんこれは危険な道です。あなたは明識と真っ向から戦うことになるかもしれません。今週の代表者として心から感謝します。この戦いが終わればあなたは今週を救った英雄として後世に語り継がれることとなるでしょう。あなたが長き夜を越え無事の帰還を果たすよう願っています。各地の関所にあなたのことは伝えておいたよ。今後は今週のどこでも自由に通行できるわ。漂白者のことは任せたよ、ヤンヤン。東白のあなたにね。それと石崩れの駐屯地に行く途中には無音区があるわ。くれぐれも気をつけて。私のことは心配しないで。順位として絶対今週上を守るから。全部終わったらまた会おう。漂白者、その名前で呼ぶのやめてって。まあこの際そんなのどうでもいいけど。今週城は私たちに